中立保険のスタッフってのは、気違い揃いだよね。見てこの、立費の部分が何回やっても、本当うんとちっちゃくしてるの。このキチガイ連中を処分して告訴をかけます。高谷正幸です。それから、え、坂本栄一、坂本勇の連中です。大滝勝彦も全員です。この腐った修理費ってのは、頭がおかしいのか、え、私の足を引っ張るようなことばっかりやってんだよね。その、代理店の馬鹿と。 それから、携帯電話のチガイ連中です。迷惑だから早く排除してください。あなた方のスタッフは全員排除です。特に、代理店のドコモショップの連中。それから、えー、田端明の腐った連中。それから、えー、中理費保険の、えー、と、西浦正樹ってチガイ連中です。早く、あの、私の件から排除してください。迷惑だよ、本当に。 本当に、てこの、えー、携帯電話の腐った連中。迷惑です。えー、告訴します。えー、ドコモショップ代理店、えー、本場早稲田店の、えー、金井って片太りのデブ、デブ、それから、田畑です。それから、佐藤の連中。えー、全員、これ、中立関係者です。迷惑だから、えー、実刑を求めます。いい加減にしろよ、このバカ野郎。